ヤマトミュージアムに展示されている91式、鉄鋼弾左より 36cm、41cm、46cm の91式鉄鋼弾赤い砲弾は3式弾91式鉄鋼弾は、大日本帝国海軍が戦艦、巡洋艦用に開発した鉄鋼弾である。なお、関連性のある88式鉄鋼弾及び、 一式鉄鋼弾についても合わせて説明する。91式鉄鋼弾は、下記に述べる水中弾効果を重視した6号鉄鋼弾を改良したものである。6号鉄鋼弾の風防を延長し、弾尾の形状をすぼめることで、ボートテール型にした鉄鋼弾が、ヤマト型戦艦にも搭載された91式鉄鋼弾である。1931年に採用されたため、 この呼び名がある。91式鉄鋼弾は6号鉄鋼弾よりも空気抵抗が少ない形状であったために同じ行閣時での射程が3000から4000メートル延伸した。この砲弾は15.5センチ砲以上に採用された。この砲弾には水中弾効果がある。そのためには中距離砲線の適切な落ち角が必要だが太平洋戦争では夜間の 近距離砲線、または昼間の遠距離砲線が多かったこともあり敵艦に水中弾が命中した例は少なかった。新艦は大騒動であり砲弾の外反貫通後に敵戦隊内部を駆け巡り、隔壁や設備等を破壊した後で炸裂する。反面、飛走口部分への命中弾が炸裂しないまま敵艦隊外へ貫通することもあった。さらに、 弾体強度が不足しているため、命中時に砲弾が破砕されてしまうという欠陥があった。具体的には、砲弾計の9割以上の厚みがある表面効果装甲に対し、激、角25度以上で命中した場合に見られる欠点であった。こうしたことから、大和型戦艦では、この原因である、誹謗の取り付け方法を是正している。91式鉄砲弾の更新用として、 1941年に採用された一式鉄鋼弾では蒸気のひぼ謗取り付け方法の改善に加え弾頭部への着色在重点を行ったとされている。この他に一式鉄鋼弾では弾体強度を合わせて強化したという説もあるが定かではない。水中弾効果とは目標の手前に落下した砲弾が水中である程度の距離を水平に直進し、 感染の水中防御部に命中することである。日本海軍は、ワシントン海軍軍縮条約により破棄されることになった、ポストジュットランド型未成戦艦、土サを用いた射撃試験、同じく除籍となった戦艦、秋を標的とした射撃訓練を行った。土サに対する射撃試験では40センチメートル砲弾が、原則に命中、後部機関室内で炸裂し3000トンの、 浸水被害を及ぼし、秋を標的とした射撃訓練では、長と道の区の2隻による初段発砲から17分という短時間で秋が沈没した。水中弾が予期しないほど大きな効果を持つことが判明する。この結果、日本戦艦は改装時に水中弾防御を備えるとともに、水中弾道特性に優れた鉄鋼弾を開発する。 開発に際しての実験では、水中にエナメル線を張って、オシログラフを使い砲弾の水中在則を求め、網的を使って水中弾道をトレースした。通常の戦闘弾は、水中では非常に大きな水の抵抗を受け、また横転するなど不規則な挙動を起こし、急激に速度を失い海底に沈む。また浅い落地角の場合は、長弾となる。最適形状の砲弾なら、 水中を安定して進み、やや浮上気味に200光景まで直進する。この新型鉄鋼弾は6号鉄鋼弾と呼ばれ、長部が平面な飛棒の上に鋭利な飛棒頭を置き、その上に風棒を被せた構造であり、砲弾が水面に命中した際には、風棒と飛棒頭が飛散して、水中を直進した砲弾が敵艦の水旋下に命中するという構想で開発された。 水中弾効果を最大限に活用するため、6号鉄鋼弾には、朝廷病時の長い大騒動神官が装備されていた。試験の結果、6号鉄鋼弾は、水中弾効果を発揮できると認められ、1930年に正式採用された。1934年頃には、水中車標が作られ艦隊司令部に配布された。 水中弾の原理は、高速の砲弾が海中を進む際に、平らな弾頭部周辺から気泡が発生し、それが、弾体を包み込み、水の抵抗を著しく下げ、弾道を安定させることにある。砲弾の落ち角は14度以上22度以下である、ことが望ましい。それ以上の落ち角となる、遠距離では、水中弾の命中範囲は著しく小さくなる。 距離2万メートルの中距離で戦艦の放線が起きた場合、91式鉄鋼弾を使う方は、命中率が1.6倍に向上する。アメリカ海軍も1935年頃に実験で水中弾効果を確認し、これにより、戦艦サウスダコタ級やアヨア級は、日本戦艦同様に水中弾防御を施している。ノースカロライナ級以前の米戦艦に、 水中弾防御はなく、また、A 毒不追の新型戦艦も水中弾に対する防御を持たなかった。戦後、兵頭弾は捕鯨法の兵頭森に応用され利用された。また、海上保安庁では不審船対策に水中弾効果のある零三式兵頭弾を採用している。艦砲射撃の歴史、P295P296 マユズミハルを現象防。 日本の戦艦パーフェクトガイド P184 から185歴史群像シリーズ大塚義古の記事より艦砲射撃の歴史 P213 はゆずみ春を原初簿日本戦艦物語第2巻 P188 福井室津を三社海軍砲術師、第4節水中弾道磯目組 P117 海軍砲術師、第4節水中弾道 磯めぐみ P117 官報射撃の歴史 P296 真湯鼓春を満つ人車海戦法戦士団 P254 真湯鼓春を満つ人車世界の感染1999年8月号 P151 の記事ありがとうございます